リップトリップ北九州。さあ、月に一度の楽しみです。北九州に行って楽しもうということですけども、はい、HKT48 の田島メルさんと私二人で行ってます。今回はお待たせしました。北九州市若松の魅力です。よっ盛り上がってる。これがメルさん、やっぱかっこいいね。若戸大橋めちゃくちゃかっこいい。海外みたい。なんかそうよね、うん、ちょっと海外の観光地っぽいよね。アクション映画始まりそうですよね。どんなイメージなの。今日は若松の街を楽しみます。イエーイ。大人は100円、子供なら50円。真下から若戸大橋を眺められるのも都線ならではの光景です。戸畑から若松まで片道3分の遊覧を楽しんで、早速散策スタートです。北九州でレトロっていうとどこですか。門司港。門司港ですよね、はい、若松も負けず劣らず、はい、あ、そうなんですか。レトロな街なんですよ、絵になる場所が多い。ほら、いきなりすごい。え、これお化け屋敷って言ってた。あのさ、今まで結構メルゴロクに驚かしてされてきたけど、今回ナンバーワンですね、今のは。なんてったってメルちゃん、このビル100年以上前の大正2年にできた建物なんですよ。今も現役のオフィスビルとして使われていて、中にはカフェや革製品の専門店などおしゃれなお店も入っているんです。うわすごい。ここ最高なんですよ。吹き抜けちゃってるわけ、うん、うわ、これめっちゃ歴史を感じる。これは本当にいいのよ。あ、こうしてもいいんだな。これいいですね。これいいですね、うん、この光の感じがいいですよね、うん、当時の面影そのままのヴィンテージビル。映画やドラマのロケ地としても使われているそうですよ。さて、レトロな建物が並ぶ東海湾沿いを歩いて数分。三日月のクロワッサンってあの有名な。そうです、そうです。ここで食べれるんだ。三日月のクロワッサンも入ってます、三日月屋のクロワッサンといえば今や福岡のお土産としても有名ですが、実はここ若松が発祥って知ってましたか。ねるちゃんも三日月屋の大ファンなんだそうで。私、こんな見たことない。ザ・マンドってこれここにしかないとかじゃないですか。え、若松が限定がこちらなんです。ほら、やっぱりさすが天才。ザ・マンドって何ですか。ザ・マンドって中にアーモンドクリームを包み込んである甘めの限定品らしくて、こうアーモンド乗ってますね。めっちゃ読んでるだけじゃないですか。だって食べたことないんですもん。そうだよ、うん、限定商品だから、ね、限定商品だから。若松店限定販売のザ・マンド、そのお味は。うんうん、ケーキみたい、うん、おいしい。甘い、まあ、めっちゃサクサクってわけじゃなくて、ほんとしっとり系ですけど、ね、こっちはデザートにぴったり、うん、青空の下だと食も進みます。三日月屋のお隣には唐揚げ専門店も。ジュワーっとジューシーでグーです。とっても美味しいです。うん、旨味がすごいね。うん、で鶏肉の味もしっかりしてて。そうだね、ほんと、うん、なんか本当に唐揚げ、うん、ほんで、あの唐揚げですから。唐揚げですから、これ。食後には暑い夏にぴったり、三日月屋のラスク付き濃厚ソフトクリーム。これ続いては東海湾沿いからちょっと路地を入ってみましたよ。ここにしかないものを買って帰りたい。ここにしかないものということで、触れ合いの店三つ葉屋酒店。楽しみ。はい、うわいっぱいある。いっぱいある。あレモンサワーの、レモン、北九州レモンサワー。ピンク色がいいなというので、若戸橋の色かなと思って。
若戸大橋の色ですよ。赤か。レモンサワーや焼酎に加えて、このお店オリジナルのみかんジュースにみかんジャム、唐揚げにかけても爽やかだというみかんドレッシングも、若松の名産果物などを使った商品がたくさん並んでいます。可愛くない？可愛い。すごい可愛い。カランカラン CM で作れそうね。うん、おいしい。おいしい。結構濃い。トロトロね。うん、結構みかんがガツンときて美味しいですね。あの、僕さっぱりかと思ったら、そうですね、ちょっとみかんの美味しいところだけをいただいてるっていう感じ。あのギュッギュッともう相当濃縮してる感じよね、うん、はい、美味しいね。めっちゃ美味しい。あっという間なくなっちゃった。うん。さあ、そして若松は夕方からも魅力的なんです。若松駅から歩いて20分、高遠山の展望台からの映像です。見て、綺麗。すごい、もう若戸大橋は美しい。本当、ね、どっから見ても若戸大橋って絵になりますけど、うん、この高遠山からの眺めはとってもいいですよ ね、 いいよね。北九州市は日本新三大夜景都市に選ばれていて、この高遠山からの夜景は日本夜景遺産に認定されています。おいいところよ。ポンポン線の若松川から見る戸端の製鉄の夜景がいいんですよ。あれもいい。それぞれやっぱりあの東海湾を挟んでのやっぱこう美しさがありますよ ね、 ね、いや若戸大橋ちょっとこうあの アーチを描いてるね、その車道が、はいはいはい、これがね、テレフォンカードでもありましたもんね。このデザインのテレフォンカードはね、そうテレフォンカード、あの水面に映る明かりとかももう最高なんですよ ね、 いいね。住んでる私たちとしてはサンフランシスコの住人みたいな。あ、もうあのゴールデンゲートブリッジ的なことですよね。そうそう、そんな気持ちよ。東洋一ですからね。そうね、東洋一の吊り橋ですからね。すごい。あとね、おすすめもう一つ若松あります。こちらです。はい、若竹資料館というところにぜひ行っていただきたいというふうに思いまして、若松の歴史がこちらの施設にもギュッと凝縮されております。で、新しい1万円札まもなくね登場しますけども、肖像が誰ですか？渋沢栄一さん。渋沢栄一さんね、大河ドラマの主人公になっていますが、この渋沢栄一さんも日本の近代化の重要なポイントとなるこの北九州東海湾の整備に一役買ってるんです。そんな歴史も含めて、はい、この若竹資料館で、ね、東海湾ってすげえなって思います、こちらに行くと。へ、はい、そしてなぜ若戸大橋が作られたのか、そういったこととか、あのかつての東海湾の様子とか、そういったものも、まあ、勉強で、大人の社会科見学みたいな感じで、そうね、はい、意外と知らないことがいっぱいあったかも。美味しいものもいっぱいありそう。また三葉屋酒店がね、ちょっと魅力的でした。北九州レモンサワー素晴らしいですお土産に若戸大橋の色なんですよ、レモンサワーが。赤なのに赤そう、若松行ってぜひお土産もしっかり買って帰ってください。